どうも、セリカです。今日は、私なりの。二十代からの。水泳。について、お話ししていこうと思います。私。まあ、インストラクター始めて、大体。何年かな、五年。ぐらいかな。経つんですけど。やっぱり、教えてる。年齢層って。 まあ、一番低くて30代高くて、まあ、80代かなまあ90代いるぐらいなんですけどまああとは子供ですね本当に幼稚園生からまあベビーもありますねそれこそ幼稚園生からまあ中学生ぐらいまでを教える機会がやっぱり多いんですけど絶対いないのは。 10代20代まあ10代はなんとなく分かりますあの部活もやってるしまあ習い事といえばやっぱり10代は塾とかになると思うのでなかなか行ける時間もないのは分かる10代は理解できるで20代どこ行っちゃったのかなと思いまして 水泳って絶対若い頃から始めた方がいいと思うんですよ。まあその理由としては体の柔らかさ的な問題。まあ多分一番はそれかな。どうしてもやっぱり年齢を重ねてしまうと体が硬くなってくる。 かつ水泳ってなるとやっぱり肩回りだったり腰の柔らかさを本当によく使うスポーツなので肩回りは本当に年を取るごとに固まってしま,うまあ私はまだ20代なのでその経験がありませんがまあよく言われるのは四十肩。 五十肩ってよく言われるぐらい肩が固まってしまうんですよそうするとやっぱり水泳ってすごい泳ぎにくくなるんですねクロールもそうだしバタフライなんて絶対泳げないと思います、まあ、絶対とは言いませんが泳ぐのにちょっと時間がかかる 20代の人がバタフライをめっちゃ真面目にやったら一日で私完成すると思うんですよねそれこそクロールさえある程度できたんだったらバタフライは速攻できる自信がありますてか速攻させる自信があるだからなるべく水泳は早い頃から始めた方がいい かつケチっちゃってレッスン受けない方本当にもったいないと思うんですよ変な泳ぎ方のままそれが染みついちゃう染みついてから自分の泳ぎ変だなって気づいてじゃあスクールに通おうそう思った頃には もっとコストかかりますよ何もないまっさらゼロのままから綺麗な知識を入れてもらってやる水泳いいインストラクターだったらあっという間に 4A 法完成できると思います。けどある程度もう染みついちゃった。 自分なりの理論が完成してしまった状態でレッスンをしてもやっぱりなかなかうまくいかないんですよ。まあでもちゃんと考えたら素直な方はちゃんとレッスンを受けてると思います。 まあそういう面もあってレッスンもちゃんと最初だけでいいから受けた方がいいある程度泳げるようになったらコーチなんていらないのでもう1ヶ月みっちり短くて1ヶ月かなちゃんと教わって 4A 法もうそこで教わったらもうやんなくていいんでやっぱりレッスンはちゃんと受けた方がいい。 やっぱり若い時にやるレッスンほどもうパンパンパンっていくものはない40代50代なってくるとなかなか4 a 法泳げるようにならないので20代のうちにもう1ヶ月だけ水泳にかけるって決めてやっちゃった方がもうあっという間にできますでもう一つ 私が20代から水泳をやった方がいいと思う理由は今後お子様ができるとしますほとんどの家庭はお子様を水泳教室に通わせたいって思うと思うんですよ。まあ、思わなくてもいい けど一回は絶対プールに通わせると思うんですよね。通わせる。プールに行かせる。と思うんですよ。その時に。なんか自分の親が。全然泳げなかったら。すごい格好悪いなって。私はすごい思うんですよ。 というか仮に自分の旦那さんが全然泳げない人だったらなんかそれだけで結構ショックなんですよねまあ私の見解ですけどそ,うそれを見てやっぱり子供も育ってしまうので将来の 子供のためにも若い頃本当に短期間でいいだって一年通わなくていいんですよたった一ヶ月まあ長くて三ヶ月かな通えば絶対上手になるんでそれ以降通わないって考えたらめっちゃ簡単なスポーツじゃないですかまあ仮に ゴルフでもいいでですよゴルフで独学でやるってめっちゃ難しくないですかちゃんと一から教わっていいコーチに出会って教わった方が絶対基礎も身につくし綺麗なフォームになるじゃないですか。それと水泳も全く一緒なんですよというか基本的にはどのスポーツも一緒ですが。 水泳はやらないとできないし教わらないとできないですそうかつ水泳めちゃめちゃダイエットに効きますからね まあ筋トレっていう面で考えてももちろんいいですがダイエット例えば陸上で20分走るプールで20分泳ぐもうめちゃめちゃカロリー差半端ないですよ。水泳で 泳いだ方がめっちゃカロリー消費するんででもその長く泳ぐためにはやっぱり水泳を教わらないとカロリー消費も綺麗なカロリー消費にはならないのでまずはぜひ教わってください若いうちに。 だってプール入って全然泳げないってみっともないじゃないですかまあ賛否両論あると思いますが私はあ残念だなって思っちゃいますぜひ20代のうちにプールで習ってくださいそして綺麗な体型を 手に入れてくださいということで以上20代からの水泳の勧めでしたまた明日の動画でお会いしましょうバイバイ